でかくすればよかった。あな、なかなか止まらない目覚まし時計、何回目で止めることができた。なかなか止まらないってどういうことよ。え、マリンがこれは起きなくて止まんないってこと、それともうんうんってやってんのに止まんないってこと。待って、シミュレーションするわ。ジリリリリジリリリリ4かな、4だと思う。4回で潰せる気がする。船長だな、止めれると思う。いや、いや勘弁してくださいよ、ちょっとやめてくださいよ、セクハラですよ、ちょっと勘弁してください。橋を渡るよ、どこから渡るか線を書いて。この橋渡るべからずって書いてあるよ。渡るべからずって書いてあったら渡らないけどな、船長だったら。いや、この橋じゃないとこから渡るよ。こっちにこう迂回して安全な道路で行きます。いや、船長は道路とかもね、横断歩道のない道は絶対にね、横断しないんで、横断歩道があるところまで行ってから横断する安全主義なタイプなんでね。橋は渡りませんと。橋を渡れって書いてあるだろ、うるせえな、ぶち殺すぞ。マリンが何かあったらどうすんの。じゃあ死んだらどうすんのよ、お前責任取れんか。お、あなたが友達の恋人を好きになった時の行動がわかります。なるほど、はい、なんでしょう。橋を渡った心の内に、ちょっと待って橋の真ん中を通った、堂々と奪う、橋以外のところを通った、寝とる寝とっちゃった。いやしませんよそんなこと、とんでもないですね、野球だし。いやしません、安心してください、これね、嘘、これ嘘ですね。いや迂回して安全な道路で行くようなさ、真面目な女がさ、人の彼氏を寝取りますかって、しませんよねそんなこと。4回行ったから話ストーリーつなげんのやめてくれる。10連ガチャを引いたよ、最高ランクの星5は何個出た。3個、10連で3個も引いちゃって神引き。あなたの〇〇の人数もうやめてくださいよ、勘弁してください。あなたが欲しいと思う子供の人数です。合ってる、すごい、兄弟妹で欲しい。道具係のガルードさん、ありがとうございます。一晩で4回、子供も3人、俺頑張るね。別に君が頑張らんでも別にいいんだけど、一晩で4回は、まあ、そんなにできないでしょ。そんな頑張るとかそういう問題じゃないから。